皆さんこんにちは、はい、こんにちは。ルンルンの整理収納術のお時間がやってまいりました、はい。整理収納コンサルタントルンルンこと梶岡ルミ子です。はい、そして、司会進行の悟空でございます。さてもう春ですけれどもね、はい。春なのに全然部屋は片付いてない、ね、そんなお宅がたくさんあるんじゃないかなと思いますけどね、はい。やっぱり春はね、気持ち新たに、はい、お部屋もすっきりとスタートしたいものですよね、はい。いつもこの番組見ていていただいているあなたでも、はい、まだ片付いてないと、はい、いう方たくさんいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、はい、ね、今日また見ていただいて、はい、ぜひ、ね、参考にしていただいたらいいかと思いますが、はい。今回はですね、はい、上田さんのお宅のリビングを前回、ビフォーを見せていただきましたけれども、はい、今回はアフターということで、はい、どのように仕上がっているのかお楽しみにしていただき、はい、ただきたいと思います。そして、ワンポイントアドバイスの方は、お子様の荷物、持ち物の、整理収納のコツをお伝えいたします。はい、はい。そして、整修良品のコーナーはこれはまたね、はい、春ということで、うん、新生活にぴったりの商品をご紹介いたします。はい、ということでね、盛りだくさんの内容でお送りしていきますので、どうぞご覧いただいたらと思います、はい。それでは早速行ってみましょうか。はい、はいはい。ルンルンの整理収納術、まず最初のコーナーは、ビフォーアフターのコーナーです。はい、はい。さて今回はですね、松山市にお住まいの上田さんのお宅にやってまいりました。上田さん、ではまずちょっと自己紹介からお願いいたします。はい、松山市の上田と申します。はい、よろしくお願いいたします。はい、ね、今日あの素敵な上田さんのお宅のね、はい、はい、ね、白くて大きくてね、はい、素敵な字ですよね。楽しみですね。さて、そういったあのその上田さんのね、今回のお悩みっていうかポイントっていうかね、どの部分を、ルンルンに、整理収納してもらいたいなと思ってるんでしょうか。リビングをお願いしたいと思ってます。リビングですか。はい、わ、はい、かりました。じゃあ早速、どういったリビングの状態になっているのか見せていただこうと思います。はい、ではそれでは早速行ってみましょう。ということで前回はビフォーをお送りしましたが、今回はアフターをお送りいたします。はい、ではこちらの、アフターなんですけれども、以前ビフォーの時はですね、この扉の中には、お稽古道具の、ね、バッグ、お子様のお兄ちゃんと、妹さんのお稽古バッグがたくさん入ってたんですけれども、お稽古バッグは別の場所に移動しまして、こちらはですね、絵本をこのようにすぐ取れるように、収納しました。そしてこの2つ2段の、棚にこういった取っ手がねついている、このような収納グッズを買ってまいりまして、よく使うお子さんたちの文房具を、収納しました。お兄ちゃんの段と、妹さんの段に分けています。このようにすることで自分たちで、ちゃんとね、出してお片付けができるようになると思います。はい、そしてこちらの棚の上の部分なんですけれども、だいたい飾っているものは、まあ、以前と、アフターとビフォーと同じなんですけれども、こういったあの新たに木の木目調の、収納用具を買い足してもらいまして、すっきりとまとめることができました。そしてですね、こちらにあの以前はリビングのテーブルの下にね、積み上げられて重ねて積んであったね、あのお兄ちゃんの小学校の教科書を、こういった、ファイルボックスといいますか、こういったものの中に立てまして、こちらに収納することにしました。ですのでこの棚の中で、お勉強の道具がねセットできるように仕上げてみました。はい、そしてこちらの、小さい棚なんですけど、本当に、ね、以前はもう何ということもないものが、なんとなく置いて、上のスペースもあの、無駄になってたんですけれども、すっきりとすべて、ね、処分するものは処分して叱るべきところに割り振りました。で、結局何もなくなったらこの棚をどうするかと言います と、お兄ちゃんの、ランドセルが学校から帰ってきたらここに置かれるようになります。そして下の段は妹さんの幼稚園のバッグを置くスペースにして、こちらのスペースであの学校に行くね、勉強の支度、出かける支度ができるように仕上げました。
はい、そしてこちらの、テレビボードなんですけれども、こういったね、四角いカゴを買ってまいりまして区切りました。で、お子様のおもちゃが、なんとなくぐちゃぐちゃっと入っていたのと、こちらの方は絵本がね、上に平積みになって置かれていたと思うんですけれど、絵本は別の棚に移動しましたので、こちらにカゴの中にそれぞれ、妹さんと、お兄ちゃんの、おもちゃをちゃんと分けましてね、こうやってお兄ちゃんの方にこうやってシールを貼るというようなラベリングで分かりやすく区別してみました。これでね、自分のカゴの方にちゃんと、小さいお子さんでも戻せるようになります。はい、そしてこちらの反対側の扉の方なんですけれども、こちらもまた同じようにこういったカゴで、お兄ちゃんと妹さんのおもちゃが仕切って、区別して入れるようにしましたが、こちらの方がですね、先ほどのおもちゃよりも使用頻度が低いおもちゃが 入っております、ですので反対の扉の方は、まあ、時々しか開けないということで、時々しか使わないものが入っている扉になりました。で、こちらの奥の方にもですね、テレビ台の上に置いてあった、ゲームのね、道具なんかはこちらの中に収納することができましたので、さらにすっきりと、出来上がりました。いかがでしょうか。はい、そしてこちらのソファーのあるコーナーですね、よくねありがちなんですが、ソファーというと皆さんどこのお家もですね、脱いだ洋服とか荷物の置き場になっていることがとても多いんですね。で、こちらの、ビフォーのところも脱いだ洋服とかパジャマとか、なんとなくあったタオルとか、そういったもので山盛りになっていたと思うんですが、それの解決策としまして、一時置き場、衣類を一時的に入れておくカゴを購入していただきました。そしてその中に、こちらにですね、パジャマとか膝掛けとか、そういったものを、収納するようにしました。そしてですね、たくさんあったぬいぐるみなんですけれども、こういった可愛らしいねバスケットを用意しまして、こうやってね、カゴ盛りのようにして、可愛くまとめて入れてみました。ちゃんとここですよということを決めてあげると、お子さんがちゃんとこちらへ しまえるようになりました。今日は、アフターということで、仕上げましたけれども、ご感想いかがだったでしょうか。7歳と5歳の子供がいるんですが、今までは片付けなさいって言っても片付けの仕方がわからないと言われてたんですけど、もう今ではもう片付ける場所が決まったので、自分から片付けをするようになったのが、まあ一番驚いてます。あ、そうなんですね。すごく嬉しいです。お子さんが自分で片付けをし始めたという。はい、これはね、お母さんにとってもとっても楽なことですよね。怒らなくて済むっていうのはすごくいいんじゃないかなと思うんですけれど、前回のビフォーの時に一緒に使うか使わないかを、お子さんたち小さいですけれども、ご自分たちでね決めてもらいました。で、収納場所もですね、ここでいいかなっていうのを相談して、片付ける場所を決めましたので、ちゃんと小さいながらもどこに片付けるかっていうのをね、しっかりと自分で分かるようになったと思うんですね。まあ、本当にね、もうすっきりして良くなったんじゃないでしょうか、ね。ね、はい、それからですね、お掃除もきっと楽ですよね。そうですね、と思うんですね。いや、最初もね、そんなにぐっちゃぐちゃではなかったので、綺麗だったんですよ。そうですか。基本的にね。ですけど、まあ、お子さんたちがどこに片付けたらいいのか迷ってるなっていう感じに見えたので、片付け先がね、ちゃんとしまう場所ができたというか、出てるものが少なくなってよかったのかなと思います。はい、ということで、ね、大成功だったんじゃないでしょうか。はい、今回上田さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、以上、ビフォーアフターのコーナーでした。はい、ルンルンのワンポイントアドバイスのコーナーです。はい、はい、今回はどんなアドバイスを、ね、いただけるんでしょうか。はい、今回はですね、はい、前回今回と続きまして、うん、リビングの収納を、ね、ビフォーアフター出しましたけれども、はい、ね、はい、お子様の、ね、荷物が意外とリビングに多かったなというのもありますので、ね、うん、はい、今日のワンポイントアドバイスは、はい、お子様の、ね、持ち物の収納のポイント。お子様の持ち物というと、例えば、はい、
勉強道具とか、そうですね、まあ、年齢に応じていろいろと、まずはおもちゃかな、おもちゃですかね、はい、今回おもちゃの収納、はいね、お困りのようでしたけれども、はい、まあ、そういったあのおもちゃや持ち物の収納に、はい、何を入れ物を使ったらいいのかなという、ね、おすすめの収納用品をご紹介したいと思います、はい、なるほど、はい、そうですね、まずリビングで出てますね、はい、ここに出ているのとですね、はい、あとは小さい年齢が小さいお子さんですと、はい、ぬいぐるみですとか、ぬいぐるみ結構かさばったりとかするんじゃないですか、ね、なんかロボットのこう、ね、大きめのガチャ、ありますね、ガチャガチャした、ね、はい、やつだとか、そういうプラスチック系のものが多いかもしれないので、はい、そういったものにはあの大きな収納の、はい、ケースを用意していただくのがいいかと思います、はい、と言いますのが、あの子供があのご自分でしまう癖を、ね、しつけをするということで、なるほどね、しつけのことを考えてもね、はい、そうですね、はい、自分でできるという、片付けやすさっていうのかな、そうですね、はいはい、簡単に片付けられるということが一番大事なポイントになりますので、うん、そういう場合はですね、こちらのようなこういったね大きめの、これくらい大きければね、はい、大抵のおもちゃ入るんじゃないですかね。そうですね、はい、ぬいぐるみはぬいぐるみとか、はい、ね、その男の子の、はい、なんかロボットみたいなロボットとか、はい、そういうふうにあの種類を分けて、はい、大雑把にすることが大事ですね、で、こちらの蓋がねロックでカチッと、はい、なりますので、このね、開けてですね、はい、でこの、 あの用品収納ケースのいいところは、はい、半透明ですので、はい、中が透けて見えますし、そうですね、はい、何が入ってるですので、まあ、お子さんでも、ね、はい、すぐに何が入ってるかなっていうのが外から見て分かる、はい、というのでこちらの商品は使い勝手がいいかと思います、うん、で、こちらに並べてるのね、あの無印良品さんの、はい、はい、収納用品になります。そうですね、ありますね、いろんな、はい、種類のものがね、これちょっと浅めですけど、浅めですね、はい、でこれも同じようにこうパキッとロックができますので、はい、ね、持ち運ぶときなんかにも、ね、はい、便利ですね、そうですね、で、こちらの浅いのなんかは、はい、あれですね、あのミニカーミニカー、ミニカーなんかを入れるといいんじゃないかなと思います。ミニカーですとか女の子 の、 あのおままごとセットとかね、はい、そうですね、ママごとセットとか、そういったものなんかもあるんですね、あのビーズとかね、いろいろそういったものもあるかと思いますので、こちらの方でね、あの細かく仕切りがございません、うん、で、あの細かくあまりにね仕切りすぎると子供はあのできませんの で、 で、ね、あのね、やっぱり上手に大人は仕切ってね、綺麗にあの片付けるのが、まあ、大人ですけどね、はい、はい、私もあの子供小さい時に、はい、細かくこれはここでこれはここでと言ってね、うん、細かく私の気持ちで仕切って、はい、あの教えようとしたんですけれどもやっぱり難しいと子供はねついてこれないものなんですね、はい、ですので、まあ、バサッと入れられる、そうですね、簡単にあのできることから、うん、あのお片付けをね、はい、やってもらうという習慣をつけるのがいいかと思いますね、これカチッと、はい、これはこの倍ぐらいの深さがありますね、そうですね、高さが深さが、ね、はい、あります、こちらの方なんかも、あのレゴって言ったわけだよね、こちらの方なんかにはブロックなんかを、ね、ね、はい、入れるといいんじゃないかなと思うんですけれども、結構意外とあれ種類もあの数も多いですもんね、そうですね、はい、ブロックを、はい、まあ、あのシリーズ別に入れるとか、はい、もしくは色別に分けるとか、はい、いろいろお好みでね、うん、あの試してみていただいたら、ね、よろしいかと思います。そしてですね、バサッと入れられるっていうところがいいところですね、はい、そうですね、あんまり細かくしすぎないというのが、うん、ご自分でね子供ができる、うん、習慣がつきますので、ぜひお試しください、はい、そしてですね、うん、もう少し年齢が上がってきますと、はい、また子供の持ち物って変わってくるんですよね、そうするとですね、漫画本が多くなったりとか、はい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 、で音楽を聴くような CD のね、はい、持ち物が多くなったりします、はい、そういった時にはね、この、このくらいの両方に対応できる、うん、こういうね、実はこちらメイクボックスという商品なんですけれども、ね、こういったのに入れて、あ、本棚にあのちゃんとしまうってことじゃなくて、はい、よく見る、そうです、あの漫画とかはこういうところに入れておくっていう、ね、はいはい、おっしゃる通りで、はい、あの手元にね持ち出すんですね、うん、子供って あの今読みたいものなんかがちょっと枕元に山積みになったりとかしますので、はいはい、よくその時によく読むものとかよく使っているものは、うん、こういうふうに一つひとまとめにして置いておいて持ち運ぶようにするとすっきりと使えるんじゃないでしょうか、はい、はい、そして、同じように、うん、あのこちらね、似たような商品、
半分の深さのものありますけれども、はい、こういったものはね、文房具とか、はいはい、を、よく使うものと、はい、ストックのものとかね、ストックのもの、はい、いうふうに分けて、はい、ね、よく使うのを上に、はい、そしてストックのものを下にというふうにして収納する。例えばよく使うものとストックのものってどういう違いがあるんですか？そうですね、今こちらに入っているのは、はい、あのノートが入っているんですけれども、はい、よく使うものというのは使いかけの鉛筆とかですね、はい、あのハサミとか、はい、いつも使っているもの。なるほどね。で、下の段は例えばまだ削ってない鉛筆とか。あ、鉛筆とか。そうですね、のりとか。そうですね、ホチキスだとか、はい、買い置きのものなんかもね。そういったものはどっちですか？ですね、買い置きのホチキスの芯とか、はい、余分なね、はい、予備の糊なんかは下で、下で、はい、でいつも使っているホッチキスなんかは上でというふうに、はい、なるほど、はい、ざっくりとしたね、はい、あの分け方で、はい、入れておいてあげると、はい、子供もこうやって使えますし、で、ね、でなんかお絵かきとかね、はい、するというときは上の段だけテーブルの方へ持って出て、はい、で、こちらでまた引き出しにしまうというふうに使ってみてはいかがでしょうか。そうですね、はい、はい、それとですね、はい、あと先ほどこれあのおもちゃなんかに使うっていうふうに言いましたが、はい、さらに年齢が上がってきまして、はい、そうするとあのいろんな思い出の商品、はい、思い出グッズみたいなものが増えてくるかと思うんで、はい、ね、後にはこの中に、ね、お母さんが思い出のものをしまうというふうに、はい、使うとねいいんじゃないかなと思いますね、はい、こういうね、幼稚園のこんな、ね、思い出の、はい、とか症状とか、はい、こういった、ファーストシューズみたいな、ね、はい、ものなんかをいろいろ入れて、思い出グッズをしまうのに使ってみて、ね、はい、いただいたらよろしいかと思います、はいはい、ということでね、まあ、こういったあの小物の、まあ、入れ物を使ってね、そうですね、子供が、ね、ご自身でできるような、はい、分かりやすいはい、収納にしていただく、ね、はい、というのを試していただいたらよろしいかと思います、はい、ということでね、今回のワンポイントアドバイスのコーナーでした。さて、ここからは清秋良品のコーナーです、はい、今日は、無印良品さんエミフル店からお送りいたしますが、はいはい、無印良品さんといえば、はい、いつものようにですねシンプルで機能的で、はい、かつ使いやすい素敵な商品がたくさんですね、はい、今日は一体どんな商品を、ね、ご紹介できるんでしょうか。はい、そうですね、もう、まあ、春らしいですね、はい、なんかそんな商品をご紹介できたらいいんじゃないかなと思っておりますけれども、はい、じゃ早速いってみましょうか。はい、いってみましょう、はい、さてではね、はい、早速、組み立てていきたいと思うんですが、はい、この、まあ、はしごみたいなね、はいはい、これがこれ、まあ、横の、横板の部分ですね、横板になります。そして、はい、今ルンルンが手に持っている、はい、これがね、これが、真ん中のこの板になりますね、はい、で、はい、ちょっとその金具の方を見せていただいていいですか。はい、このくらいの、はい、少し、はい、ここに金具がついてて、はい、これちょっとねこの金具のところをですね、この溝があるんですね、はい、はい、ここにはめてってもらいたいと思います。はい、わかりました。はい、はい、入りました。はい、入りました。さあ、じゃあ今度は、真ん中の板をね、またはめていきましょうか。うん、これはね、この横のバーがありますけどどこにでもつけられます。どこにも入るんですね、はい、高さが自在になる、はい、そうですね、ということで、はい、この辺にしてみましょうかね。じゃあその辺にね、はい、よいしょ、はい、はい、入りましたね、はい、じゃあ今度はね、はい、その、バーのついてるのを一番上に、はい、一番上ですね、はい、つけてみたいと思います、はい、よいしょ、はい、入りましたね、はい、こちらが、はい、入りました、はい、入りました、はい、もうほぼこれでね、はい、もうこれで完成みたいなもんなんですが、まあ、ちょっとまだね、グラグラするので、はいはい、この、バー、クロスバー
ですかね。そうですね。はい、これを、はい、つけていきたいと思います。はい、後ろの部分に、ね、つけていきます。まあ、この表の面と裏の面がありまして、はい、裏の面にですね、もうすでに穴が開いていますので、そうですね、穴が開いているので、はい、そちらに穴が開いている方をですね、こうつけていきたいと思います。はい。そして、ここですね、穴が開いてますので、はい、まず一つ。穴が開いてるのでね、はい、簡単に刺してね、ちょっと仮止めというかね、うん、こういう風にして、はい、はい、いいですか。はい、はい、じゃあ完全にこうして、ね、軽く止めておいてからドライバーで締めていきます。簡単ですね。はい、簡単ですね。力も特にはいりませんし、もうあのね、穴がちゃんと最初から開いているので、もうそこにね、このクロスバーのね、こちらの金具の方の穴をですね、合わせるだけで簡単にこのネジが止められるようになってますね。はい、はい、これで上の段が、はい、止まりましたので、た、ね、同じように下の段にもこの、はい、クロスバーをつけていきたいと思います。はい、このね、パイン材のこの白い、木にね、この、まあ、シールのね、はい、色もなんとなく、鮮やかな感じですね。シンプルな感じです。ますね、はい、どうですか、スムーズな感じがとってもするんですけどね、見ててもね、はい、あっという間ですね。あっという間ですね、はい、特にあの力もかかってないですし、はい、道具もね、ドライバーだけでできてます、はい、さあもう仮止めが終わったので、はい、あとはね、ドライバーでね、締めるだけです。はい、最後のネジが今止まりました。はい、作業ね、これで完成でございます。完成です。じゃあちょっと正面向けましょうかね、はい、これね、はい、あ、もうグラグラしないですね。はい、グラグラもしません。はい、はい、なんとあの髪をすいていたやつがですねそうですね、ハンガーのバーに、ハンガーポールになりました。はい、はい、そして、まあ、こういった段がね、どこにでもこれ今これね取り付けられるので、まあ、この感じだとね、ちょっと長めのコートでもかかるのかなっていう感じですね。はい、そして下の方に、何かね、まあ、ね、あのバッグとか荷物とか、まあ、とりあえずここに、はい、カゴがあるから、カゴがありますので、はい、こういう感じでね、並べることができます。はい、はい、取り付けのためのですね、簡単な、説明書もついてますので、まあ今もうルンルンが作ったのを見ていただくだけ、はい、見ていただいただけでもですね、もう本当にこれでできますので、十分いけたんじゃないかなと思います。はい、はい、ということでね、今回のこの、ファイン材の、ユニットシェリフ、はい、はい、実はですね、はい、とっても安いんですよこれ、はい、はい、いつもは 15,750 円、はい、ですが、はい、これがそうですね、いつもは 15,750 円、はい、とっても安いんですけど、はい、安いですね、安いですよね、15,750 円、実は、はい、もうあの期間限定というか今だけなんですけども、はい、なくなり次第、終わっちゃうんですが、はい、今だとなんと税込みで1万円、はい、税込みで1万円、はい、安い安い安い、
テレビショッピングみたいですけども、はい、安い安い、はい、本当に数量限定ということですが、はい、なくなるまで、そうなんですね、こちらの方税込みでなんと1万円ということで、はい、お求めやすくなっておりますので、はい、この機会にぜひ、そうですね、はい、皆さん非常に簡単に作れるいかがでしょうか、ユニットシェルフということですね、素敵なね、まあ、とても使い勝手もいいんじゃないですかね、そうですね、まあ、主に、はい、こうどういったところに、そうですね、はい、一人暮らし の、はい、あのお部屋だったりとか、はい、あとはもうご家族で使っているリビングのちょっとした、ね、はい、一時置きなんかにも使っていただいたらいいんじゃないかと思います、はい、さて今回はですね、パイン材のユニットシェルフワードローブをですねご紹介いたしました、はいはい、番組をご覧の皆様にプレゼントのお知らせがあります、はい、プレゼントのコーナーでございますが、はい、はい、今回はですね、まあ、春のご飯ということで、はい、この3つのね、素敵な商品を、プレゼントいたしたいと思いますが、はい、何でしょうかねこれね、今回はですね、はい、炊き込みご飯の素の桜エビとタケノコご飯、はい、そしてアサリ山菜ご飯、はい、そして、食べるスープの方から、はい、菜の花とタケノコの和風だしスープ、はい、こちらの3セットを、セットにいたしましてプレゼントいたします、はい、なんとこれですね、ヒルナンデスでも紹介されたそうでございますね、そうなんですね、先月ですね、はい、紹介されたものを、我々はプレゼントしちゃおうということでございますのでね、はい、ぜひ、たくさんの、ね、ご応募お待ちしております、はい、よろしくお願いいたします、お願いします。今ご紹介いただいた炊き込みご飯の素桜エビとタケノコご飯、アサリ山菜ご飯、食べるスープ、菜の花とタケノコの和風だしスープを抽選で1名様にプレゼントいたします。プレゼントをご希望の方は完成はがきに放送日、郵便番号、住所、年齢、番組のご感想などを書き添えて郵便番号 790-8509 愛媛 CATV ルンルンの整理収納術プレゼント係までお送りください。今回の応募の締め切りは3月末までとさせていただきます。はい、ルンルンの整理収納術いかがだったでしょうか、ルンルン今回いかがでしたでしょうか、はい、はい、今回はですね、割とあのリビングのビフォーアフターっていうのは、うん、あの難しいんですけれども、そうなんですね、はい、まあ、あのいつものようにやり方は同じですので、ね、はい、見ていただいたようにしていただいたら、ね、どんどん進んでいくんじゃないかなと思いますが、はい、あのあとですね、うん、なんとあの上田さんのお宅はですね、はい、お子様ご自身でお片付けを進んでするようになったという、あの嬉しい声をね、お聞かせいただいております。一度やるとなんか、はい、あのこの整理収納のコツみたいなものがね、そうですね、掴めてくると思うんですね、はい、であの奥様もですね、はい、あのあとあの引き続き、うん、玄関先ですとかね、はい、あのキッチンの方の収納もちゃんとあの基本にのっとってやることができたそうです、はい、なるほどね、何があの一番良かったかなっていうと、はい、あの気持ちが明るくあの前向きに、ね、はい、整理収納に対して取り組めるようになったということで ね、 そうなんですね、言っていただきましたので、はい、まあ、あのやってみて、はい、いただくと、はい、あのできるという、はい、あの魔法のような、はいはい、ですので、いつもお伝えしているやり方をぜひ、はい、皆さんもお試しいただければよろしいかと思います、はい、そうですね、はいはい、そしてね、自分のお家をですねルンルンに、こう整理収納してもらいたいという方、どしどしねご応募お待ちしておりますので、はい、そちらの方とあとプレゼントの方もですねお待ちしておりますので、はい、ご応募お待ちしております。はい、はい、ということでね、また、次回、お楽しみにしていただいたらと思います、はい、じゃあこの辺で今回、お別れしたいと思います、はい、さよなら、さよなら、はい。